パソコンを使う人でウイルスを知らない人はいないでしょう。でも知っているつもりで安心しきっていませんか？ウイルスは日々巧妙化しています。会社で、自宅で、あなたのウイルス対策は本当に万全ですか？用意するのは PC2 台。撮影、録音は一切 NG。必ず一人で来ること。これが条件だ。いやあ、よく来たね。そこに置いてあるのは君の好きなチャイティーラテだ。飲んでくれ。本当にあなたがブラックバニーなのね。君が自分で確かめればいい。俺に聞きたいことがたくさんあるだろう。スクープ取るために。行くわよ。まず最初は企業への攻撃について教えて。キリアエンタープライズの一件、あれはあなたがやったんでしょ。知ってるわ。標的型攻撃って言うんでしょ。君、標的型攻撃ってどういうことか知ってる？あれでしょ、企業をウイルスに感染させて。分かってないようだね。標的型っていうくらいだから、まず最初に特定の企業に狙いを定める。キリアエンタープライズを狙ったのは、最近急成長して偉そうだったから、ちょっと懲らしめてやろうと思ってね。それだけの理由で？さて、ここからだ。実際に企業を攻撃する時の手口を披露しよう。君だけ、特別にだよ。最初はメールの添付ファイルを使うパターンだ。関係者を装ったり、相手を信用させる内容のメールにウイルスを仕込んだ添付ファイルをつけて標的企業に送る。ワードや PDF、ZIP などがよく使われる。企業の人間がそのメールを信用して添付ファイルを開いてしまうと、ドッカーン。終わりだ。パソコンは乗っ取られる。しかも本人は全く気づかない。気づかない？そうだ。それが標的型攻撃のすごいところだ。気づかれることなく、こっちは延々と企業の機密情報を見放題だ。恐ろしい。次はウェブを使った攻撃だ。興味を引かせる文章や内容でウイルスが仕込まれたサイトの URL をクリックさせ、ウイルスに感染させる。それを警戒もせずクリックしてしまうと、どうかな。終わりだ。しかしそんなに簡単にいくもの？企業の人間だってバカじゃないし、あなた一人であんな大企業の機密情報を抜き取れるもの？アドレスは？え？そっちの PC のメールアドレスだよ。これ。メールを送った。これ？開いてみた。添付ファイルがあるはず。災害時の緊急対策、ワードファイル。これをクリックして。開いたけど何も変わらないわ。さっき言っただろ。そこが標的型攻撃のすごいところだって。感染しても相手は全く気がつかない。ほら、こっちを見て。嘘！全く同じ。こっちで自在に操作できる。ファイルも簡単に開ける。ほら、顧客名簿も見れるし、企業の機密情報を抜き取ってライバル企業に売ることもできる。データの文章や数字をこっちで書き換えても気づかれない。せっかくだから面白いものを見せてあげるよ。ほら。え？どうなってるのこれ？そっちのパソコンのウェブカメラを遠隔操作している。これを使えば、会議の時のホワイトボードもバッチリ読み取れる。しかも本人は全く気づかない。君も標的型攻撃の恐ろしさを理解したね。次は個人。あなたは一般人相手でも相当やってるよね。どうかな。個人にはどうやって仕掛けるの？同じだよ。企業でも個人でも。さっきの2つに加えて3つ目の手口を教えよう。プログラムを実行させ、ウイルス感染させるパターンだ。例えば、ブログでスマホで撮った写真をデコレーションできるソフトありませんかと質問する。回答者がこのソフトが使いやすいですよとメールを送りつけてくる。そのプログラムを疑いもせずに実行してしまうと、ドッカーン見事にウイルス感染だ。あ、すごいかわいい。本人はそのプログラムで写真にデコレーションできるので感染に気づかない。ちょっと待って、まさかこっちもウェブカメラ？彼女だ。これって今の画像？ああ、ライブだ。つまり相手に気づかれずに24時間覗けるってこと？パソコンの電源が完全にオフでなければね。ひどいわ。僕はしない。これは僕の趣味じゃない。こんなこともできるよということを今実証しただけだ。他にも USB メモリーなどの記録メディアからの感染などもあるが、これらが代表的な攻撃手法だ。こんな、信じられない。彼らにも問題はあったんだ。え？ウイルスを甘く見ていた。軽く考えていた。だから付け込まれたんだ。まず、キリアコーポレーションの彼。彼はワードやアドビリーダーなどのソフトウェアの脆弱性を放置していた。これは話にならない。こっちから見れば、その脆弱性が狙い目だから。二人目の彼。これまたどうしようもない。ウイルス対策ソフトを最新の状態にしていなかった。それから彼女。この人も甘い。製造元がはっきりしないプログラムを疑いもせずに実行してしまう。信頼の置けないプログラムは実行するもんじゃない。もし、真冬に裸で外を歩き回るとどうなる？すぐに風邪ひくわ。パソコンも同じ。何の対策もしないでインターネットをすれば、必ずウイルスに感染する。そのリスクを知らなきゃ。じゃあどうすればいいの？教えて。常にソフトウェアを最新の状態にしておくこと。君もよく見るでしょ。アップデートしてください。更新してください。って、あれ？アップデートがウイルスと関係あるの？大ありだよ。ソフトウェアだって完璧ではない。開発者は常に修正を加えて脆弱性を補って最新の状態にしているんだ。敵の情報を教えることになっちゃうけど、アプリケーションが最新の状態かどうかはここで調べられる。JVN バージョンチェッカーだ。ウイルス対策ソフトを導入すること。それで常に最新版にアップデートしておくこと。俺たちは次々に新しいウイルスを作り出す。それを防ぐように対策ソフトも改良される。これの繰り返しだから、古い状態では役に立たない。プログラムの実行やメールに添付されたファイルの開封はよく確認すること。製造元がはっきりしない、入手元が怪しいなどの信頼の置けないプログラムの実行は要注意だ。また、メールの添付ファイルでは、アイコン偽装した実行形式ファイル、ファイル名を偽装した実行形式ファイル、細工された PDF、ZIP、ワードなどに注意が必要だ。ありがとう。よく教えてくれたわ。これで安心ね。今日なぜ君をここに呼んだと思う？え？君がかわいそうになってね。かわいそう？君があまりにも情報セキュリティに無防備なんでね。まさか。昨日、裏のサイトにアップされていた。一応消去しておいたけど、一度ネットに出回った情報は完全には消せないこともあるから、今後は気をつけることだ。ドラマで紹介した MyJVN バージョンチェッカーは、パソコンで使われている代表的なソフトについて、実行ボタン一つで最新のバージョンかどうかを丸×で判定します。最新のバージョンでないソフトがある場合には、最新バージョンの公開サイトが案内されますので、スムーズに更新作業に移れます。MyJVN バージョンチェッカーは IPA のサイトで公開しています。インストール作業は必要ありません。クリック一つで起動して実行することができます。日本の元気を IT で。私たち IPA は情報セキュリティ、ソフトウェアエンジニアリング、IT 人材育成などの活動を通して、誰もが安心して暮らせる頼れる IT 社会の実現を目指します。